現在勝ち点30、13位の札幌、そして勝ち点25、15位の鳥栖です。2020 J1 リーグ第27節、北海道コンサドーレ札幌対サガン鳥栖の前半45分が始まりました。31メートル、福森が狙ってきた。パクイルゲ、まあ、ニアをね、はい、ね、エドワルドがかなりの確率で跳ね返しているんで、はい、そこもあるんでしょうね。さあアンデルソン・ロペスからルーカス・フェルナンデス、中に入って右足へのシュートを狙ってきた。このかわしたあとループ気味に、ね、シュートを狙ったと思うんですが惜しかったですね。アンデルソン・ロペスが足に当てて奪いました。さて、さあ奪った、アンデルソン・ロペス左足で狙ってきました。おっと巻いてきました。お前からアンデルソン・ロペス、そしてチアゴ・アウベスが遠くから狙ってきました。そして菅野が倒れましたが、ここを狙うあたりは本当にストライカーですね。そうですね。その本田、さてここはスペースを使う小山津が出てくる。さあ3対1の形、チョドンゴン少しマイナスになった。チョドンゴン落として後ろから森下のシュート、杉野のナイスセーブ。これアウトにかかってるんでキーパーからしたら嫌なんですけども、そして今目安の2分台に入ったところで長い笛、前半の45分が終了しました。ここまでは0対0。2020 J1 リーグ第27節、北海道右サイド森下へ幅を使いながら攻めるトス、クロスが入って低いボール、チアゴ・アウベス、ディフェンスには当たっていません。当たってない。いや今ね本田選手のドリブルから始まったんですけども、はい、ここまで流れは本当に良かったですけどね。振り回り、もう一度菅野、こぼれ球、チアゴ・アウベス、決まった。2試合連続ゴール。最後はコーナーキックからの、そういうのが触れなかったのみたいですね。このシュートのこぼれの反応も早かったですからね、ここね。耐えたいいシュートでしたね。このシュートは先ほどまで少しちょっと浮いていたのが続いてたんでね、はい、ここのシュートはかなり抑えることを意識したと思いますけども、最後は金子選手に当たりましたけど、当たってなくてもまあ入ってたコースだと思うんで。アウベスの得点でした。今場内アナウンスでもありましたが、やはりチアゴ・アウベスのゴールということで発表になりました。小山津のシュートはディフェンスに当たって、おっとポスト、まあ、手に当たったっていうね、はい、取りづらいですよね、ここだとね。あールーカス、アンデルソン・ルクスがスルー、ジェイ、ルーカス、ジェイ、左足決まった。今シーズン、ジェイ、4ゴール目、札幌同点に追いつきました。さすがの元イングランド代表の決定力。このルーカスの突破から切り返して、まあ、ボールを置くところがディフェンス足届かないところを置かれますからね今。対応した中野選手なんかもここ絶対足届かないところに置きながら足振ってきますからね、まあ、まあこれどうしようもないですね。この止めた位置、はい、だったりシュートする。ジェイから右へルーカス、中野とジェイがさらに呼び込むが、左の白井カップインして打てるか、右足で巻いてきた。パックイリグ、いやナイスキーパーでしたね。シュートも
巻いてきましたからね。そうですね、まあ、取ってから長い距離をねどれだけ走れるかじゃないですかね。クロス入って J ワンタッチで後ろから速さが出てきた。ポストシーン、あ、これですね。石川上げる、J 胸で落としてルーカス・フェルナンデスのシュート。そしてここで長い笛、試合終了。思わずへたり込むのは鳥栖の選手か。1対1の